アメリカ合衆国フロリダ州ハイアリア出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のサンディエゴパドレス所属。愛称はパポ。代理人はスコット・ボラス。カンザスシティロイヤルズ時代高校時代は最終学年に打率。470.11本塁打27打点を記録。 全米ナンバーワンの高校生スラッガーとして注目を集め、2008年の MLB ドラフト一巡目でカンザスシティロイヤルズから指名を受けるも代理人のスコット・ボラスが700万ドルの契約金を要求し、ロイヤルズとの入団交渉は難航した。決裂した場合にはアリゾナ州立大学へ進学する予定だったが、 交渉期限の11分前に、球団史上最高額となる600万ドルの契約金で入団に合意した。この年は、ルーキーリーグで3試合の出場に止まったが、その期待の大きさから、2009年の開幕前には、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、球団内では、マイク・ムスタカスに次ぐ2位、マイナー全体では24位にランクインされた。2009年は、 乱子と右手甲の亀裂骨折の影響で不振に陥り、A 級バーリントンビーズと A 級ウィルミントンブルーロックスの2球団合計で打率241.6本塁打、オプス695という成績に終わった。オフには乱子矯正のためのレーシック手術を受けた。2010年は、 本来の打撃を取り戻し、A 級ウィルミントンと AA 級ノースウエストアーカンソーナチュラルズで打率。338、20本塁打、オプス977を記録。オフには、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングで、球団トップ、マイナー全体でも9位の評価を受けた。2011年は、トリプル A 級オマファストームチェイサーズで打率。 439、オプス1.107という高成績を残し、5月6日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビューを果たした。5月11日のニューヨークヤンキース戦でメジャー初本塁打を放つと、次の試合でも本塁打を放ち、ロイヤルズ側からは早くもホズマーの契約延長を望む声が上がり始めたが、将来の FA 市場を優先する。 ボラスはそれを一周した。7月にはアメリカンリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスに選出。後半戦は3番を任され、1年目ながら打率。293、19本塁打、78打点という成績を残した。アリーグ新人王の投票では、ジェレミー・ヘリクソン、マーク・トランボに次ぐ3位に入った。2012年は3番、一塁手として開幕を迎えたが、 5月の後半まで打率が1割台に低迷するありさまで次第に買い打線へと回されるようになった。2013年は怪我で離脱したマーク・テッシェイラに代替選手として第3回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは自身初の300以上となる打率302.17本塁打。 79打点という打撃成績を残す一方、守備、走塁でも活躍。3年連続での2桁、盗塁、ゴールドグラブ賞を初めて受賞した。2014年1月17日に、ロイヤルズと360万ドルの1年契約に合意した。レギュラーシーズンでは、メジャーデビューから4年連続で、規定打席に到達したが、本塁打、盗塁は、 自身初の二桁見立つ、得点、打点は、自己最小となった。失策の数が、リーグ最多ながら2年連続で、ゴールドグラブ賞を受賞した。2015年は158試合に出場し、打率。297.18本塁打、自己最多の93打点をマークした。一塁の守備では、154試合で守りについて4、失策、守備率。 997という成績を残した。また1261視察と101補察はいずれもリーグの一類種としては最多であり、3年連続となるゴールドグラブ賞を受賞した。2016年は初めてオールスターにファン投票にて選出された。7月12日に行われたオールスターゲームでは2安打1本塁打2打点の活躍で、 ロイヤルズの選手では1989年のボー・ジャクソン以来となるオールスター MVP に輝いた。この年は25本塁打を放って104打点を記録した。一塁手の守備は154試合で6失策、守備率995だった。2017年は シーズン開幕前の2月9日に第4回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。3月22日の決勝をプエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。自身も大会最優秀一類首相を受賞。シーズンでは全162試合に出場して、自己最高の打率。318。 25本塁打を記録し、シルバースラッガー賞に選出された。守備面では2年ぶりにゴールドグラブ賞を獲得。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。2018年2月18日にサンディエゴパドレスと8年、総額1億4400万ドルで契約合意した。背番号は、それまでつけていた35が永久欠番だったので、 亡くなったロイヤルズ時代のチームメイトだったヨーダのベンチュラがつけていた3 2変更。シーズンでは打率253、18本塁打69点に止まり、打率は MLB で昨季から最も下がった選手となった。2019年は打率265、22本塁打99打点だった。守備ではリーグ最多の14失策を犯した。 広角に打ち分ける、打撃技術と選球眼を兼ね備え、メジャー昇格後は、毎シーズンを規定打席に達するなど活躍が期待される、選手とされる。ロイヤルズの手法だったビリー・バトラーは、この年代の選手ではズバ抜けていると簡単し、メジャーデビュー時に、ロイヤルズの打撃コーチを務めていた、ケビン・サイターも、すごい才能の持ち主だと、ホズマーを絶賛していた。 一類種としては、珍しい強権の持ち主である。高校時代には、投手として90マイルパーアワー台中盤の速球を投げていた。ありがとうございます。